岡山、香川。キックオフ、岡山、香川。今日から始まるキックオフ岡山香川、 J リーグのファジアーノ岡山や蒲田マーレ讃岐をはじめ、岡山香川の地域サッカー情報満載でお届けします。この番組の MC を務めるのはサッカー大好き門秀佳です。私は高校大学とサッカー部のマネージャーをしていまして、その頃からたくさんのサッカーの試合を見続けてきました。現在は J リーグの公式映像中継リポーターや WE リーグの実況をしています。これから岡山香川のサッカーを盛り上げるために頑張っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。そしてこの番組の解説をしていただくのがこの方です。ファジアーノ岡山のレジェンド、赤嶺慎吾さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。赤嶺さんは J1 FC 東京や仙台で活躍し、2016年から5年間ファジアーノ岡山でプレー。引退後は岡山を拠点に、現在ご自身のサッカースクールで子どもたちの育成指導に尽力されています。映像を見ていても赤嶺さん、子どもたち楽しそうですね。はい、そうですね、本当に楽しくやってます。赤嶺さん自身も、はい、そうですね、はい、自分ももちろん楽しんでやってますし、週に1回2回とありますけど、少しずつ本当に成長していくのが自分をやってて、はい、楽しいですね。これからこの番組、赤嶺さんにかかってますから、うん、頑張ります。よろしくお願いします。はい、それではファジアーノ岡山情報です。赤嶺さん、はい、今シーズンのファジアーノ、ここまでの戦いぶりご覧になって印象いかがですか？はい、そうですね、開幕戦アウェーでジュビロ磐田戦に勝利して、そこですごく期待を持ってましたし、ね、またホーム、開幕戦では1万5000人という、観客ファンサポーターの方が集まってくれて、すごく期待できるなっていう、はい、試合を広げてるなと思います。うん、さあそれでは赤嶺さん参りましょうか。はい、赤嶺チェック。さあ赤嶺さん、はい、昨シーズンに比べて今シーズンのファジアーノ、はい、違いはどんなところにあるでしょうか？そうですね、選手のもちろん入れ替わりはありますけど、システムなどの変更も、あるなと感じてます。うん、今年は 4-4-2 4-4-2 で、その中盤の形といいますか、そのやり方といいますか、そこがやっぱりダイヤモンド型になっているので、より攻撃の時も人数をかけていけますし、守備の時もしっかりみんなが戻ってきて、ダイヤモンド型ですけど、少しダブルボランチ気味にまた落ちたいっていうのも見えるので、でもすごく、はい、楽しみなシステムですね。そして、はい、期待している気になる選手はいますか？そうですね、左サイドの鈴木選手でしたり、桜川ソロモン選手でしたり、本当にすごく見てて面白いなと思います。鈴木選手、はい、なんかどんなところが気になりますか？そうですね、左サイドバックですけど、中に入ってきて、ボランチ気味になったりと、サイドの選手をより活かせる動きをしてますし、そこからまた右に流れて、縦パス、もうボランチですよね、要は。すごく器用な選手だなと思いますね。そして桜川選手はどうですか？はい、そうですね、同じフォワードとして、魅力的な選手だと思いますし、キープ力があって、自分で言えばヘディングするボールを桜川選手は胸トラップして収めたりとか、それを自分の本当このボールにすることによって、周りの選手がやっぱり動きやすいので、そういったキープ力、起点作るのがチームにとって本当に効いてるなと思います。今シーズンのファジアーノ、期待が持てますね。はい、楽しみです。さあそのファジアーノ岡山、先週アウェーでジェフユナイテッド千葉と対戦しました。ここ福有でリーグ戦未だ勝利がないファジアーノ岡山、サポーターも一丸となり勝利を目指し戦います。この日 U20 日本代表で活躍した佐野が復帰、ルカオが移籍後初スタメン、
ツートップはルカを坂本の新たな組み合わせで臨みました。前半7分、千葉のコーナーキック、ヘディングシュート、最後はゴール割らせません。ゴール前、鈴木が足に当てていました。その後も前半は千葉に押し込まれる展開が続きます。前半だけで千葉11本のシュートです。前半19分、ファジアーノのフリーキック、ボールが流れ、ルカオが折り返し、枠を捉えられず、試合が動いたのは後半10分でした。ディフェンスラインの背後にパスを通され、先制を許してしまいます。しかしファジアーノもこのままでは終われません。フリーキックの流れから左サイドに展開、タベイ、最後は鈴木、同点に追いつきます。鈴木は移籍後初ゴール、チームとして狙っている相手のニアゾーンをうまくついて、最後はニア上でした。さらに後半43分、フリーキック、タベイ、これは惜しくも枠の上でした。先制されながら同点に追いつくも、このまま1対1で試合終了。鈴木も倒れ込んでいます。アウェーで勝ち点1、またしても福割での勝利はお預けとなりました。それでは赤嶺さん、いきましょう。はい、赤嶺チェック。赤嶺さん、この千葉戦、はい、どんなところ注目ポイントでしたか？そうですね、初スタメンだったルカオ選手、そうですね、桜川選手が、レンタル移籍ということで、契約上、出場できなかったので、ルカオ選手を、注目して、見てました。実際ご覧になってどうでしたか？はい、ルカオ選手。そうですね、チームとして押される時間、ボールを持たれる時間というのが少し、今までの試合より長かったですけど、要所要所で、起点、作るプレーでしたり、坂本選手との距離感でしたり、そういったのも、見えましたし、バイス選手がシュートを打った後のこぼれ球でしたり、そういった反応も、早かったので、もっともっとコンディション上がってきたら、面白いかなと思います。あまり、ね、言いたくないんですけれども、はい、福割というのは、ね、鬼門と言われていまして、はい、なかなか勝てない、はい。赤嶺さん自身、現役時代はやっぱりそのあたり気にしてました？はい、なんとなくはもちろん知ってましたけど、でも選手も変わりますし、監督ももちろん変わったりするので、なんでですかね。なんでなんでしょうね。、はい、そこは不思議ですけど、でも本当に最低限引き分けで終えれたので、はい、またこれを次にポジティブに捉えて、はい、やっていってほしいです。さあ、ファジアーノ岡山、次節はホーム戦です。明治安田生命サッカー J2 リーグ第7節、ファジアーノ岡山は今シーズン J2 に参入したいわき FC をシティライトスタジアムに迎え撃ちます。4月2日日曜日午後2時キックオフです。ここからは選手の素顔に迫るヒデカ直撃深掘りインタビュー。よっ、ありがとうございます。さあ、今回はこの2人に直撃してきました。在籍2年目、ディフェンダー柳康隆選手です。今シーズンはキャプテンを任されました。さあ、柳選手、今シーズンはどんな思いで今臨んでいますか？今年チームとして、J2 優勝という目標を掲げて、実際試合が何試合か経過しましたけど、本当に1試合ずつ自分たちのサッカーができるようになってきていると思うし、いい、勢いがあるんじゃないかなと思ってます。でもキャプテンとしては、どんなことを具体的にされてますか？そうですね、練習中に、味方への声かけとか、そういうところですかね。別にチームをまとめようと思っても、うまくはいかないっていうのが前にキャプテンやった時に感じたので、それよりもやっぱりうまくその自分にできることをやってれば自然とチームがまとまるんじゃないかなと信じてやっていますね。本当にしっかりされてそうですよね。本当ですか？しっかりしてないですか？チームメイトから言われたら
多分そんなことはないって言われると思うんですけど中身実際どうなんですかいや多分結構適当な人間だと思いますけどそうなんですか、はい、どんなところに適当さがいやなんだろう自分で言うのもなんなんだろうなんか結構選手でもこだわったりなんかルーティーンがあったりとかいろんなそのこだわりを持ってる選手とかいると思うんですけど僕はそういうのあんまりなかったりとか結構自由に生きてる感じがしますね自由な男なんですねそうですそして柳選手といえばやっぱり髪型だと思うんですけど、はい、そのヘディングした時って髪型崩れません、はい、崩れてないと思うんですけどヘディングってより汗ですね汗の影響はかなりあるかなとかこの時期はまだいいけど夏は結構そことの戦いともありますよね別の戦いがピッチの中であるわけなんですねありますねいかにかたまにハーフタイムで塗り直したりしますねそうなんですね、はい、お色直ししてるそうですちゃんといい形でいきたいなと思って他にもちょっと思い浮かぶものありまして、はいはい、味方が、はいゴールした時の、はい、パフォーマンスっていうんですかねそうですねパシ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 はいはいはい暴力とも言われますけど、はい、あれはずっとやってるんですかやってますねやっぱり味方がゴールを決めると自分も自分が決めた時ぐらい嬉しいし、うん、なんか祝うっていう形が勝手に暴力につながってますだっていつでしたっけ河野選手が、はい、もう絶技ですかあれ倒れてましたもんねあれは本当涼介には申し訳ないけど何度も見て何度も笑いましたね自分で私たちも笑いました倒れる時の涼介のえっていう顔あれ一番ツボですね多分今年一番笑ったんじゃないかいやあれも僕は陽介が受け身でこうやって喜びに来るから あいつもこうやって来たからお互いに実行で僕が倒しちゃったから俺が悪いんだってそんなことないと思いますお互いに正面衝突しちゃったわけですねそうです、はい、でも柳選手がもしこうゴールを決めた時は、はい、どうなんですかみんないやあんまりもうまだ決めてないんで分からないですけどどうなるでしょうねそこは決めてからのお楽しみでそうですよねなんかこういつもされてるから、はい、逆にやりに来るんじゃないかなそこはそうですねもう覚悟しないみたいですね、 ちょっとそのあたりも皆さん柳選手がゴール決めた時、はい、注目してご覧くださいこの取材の後柳選手は第5節の甲府戦で今シーズン初ゴールを決めたんですが他の選手からのリアクションは特にありませんでしたまあ、本当にサポーターの皆さんの熱い思いとかその一緒に J1 に行くんだっていう思いをひしひしと感じてますし、まあ、それが僕たちの今エネルギーとなって、活力となってやれてますので、まあ、これから続いていくシーズンの中でいろんなことあると思いますけど、J2 優勝だけを考えながら皆さんともに、頑張っていきましょうお願いします続いては水戸から新加入の鈴木義武選手今シーズンはここまで6試合にスタメン出場左サイドバックで躍動していますさあ鈴木選手は今シーズン水戸から完全移籍で加入してきましたけれどもどんな思いで移籍してきたんですか水戸にいる時よりも、まあ、自分の成長のためっていうのが一番にあったのとまあ、それと同時にやっぱり J1 に近いチームに行きたいっていうふうには思ってたんでそれでアジアの選びました今サイドバックでプレーしてますけれどもボランチの位置まで上がって、まあ、偽サイドバックの、ね、役割としてプレーもされていますけれども、はい、結構判断が求められるんじゃないかなって思って難しそうだなって見てるんですけど難しいです難しいどんなところが難しいですかやっぱりこう、まあ、味方の状況と相手の状況と見ながらプレーしなきゃいけないんで、まあ、それこそ対戦相手によってもやり方が変わってくるし、まあ、チームメートでもやっぱり組む選手によって、まあ、プレーは変えるようにしてるんで、まあ、そこを周り見ながらプレーするっていうのが、まあ、難しいですこの前古巣の水戸戦では、はい、こう攻撃の起点となってゴールも
生まれましたね。はい、良かったです。でもやっぱりゴールに絡むと嬉しいですか。そうですね、やっぱりこうよりこう数字につながるような、まあ、アシストだったりゴールだったりっていうのは求めてやっていきたいですけど、まああいうふうに攻撃の起点になるパスは、まあ、自分のもともとボランチやってたんで、まあ、そこは特徴だと思いますし、まあ、そこはうまく今後もそういうゴールにつながるような起点となるパスだったりとか、まあ、直接アシストになるようなクロスだったりっていうのはやっていきたいですね。そして鈴木選手といえばもうね、この笑顔、もう男女ともにもうイケメンっていうね声をよく聞くんですよ。あ、そうなの。はい、聞きませんか。全然わかんないです。言われます。もうみんな。あ、本当ですか。みんなして言ってますよ。自覚はあります、イケメンの。イケメンはないですけど、まあよく、まあそれこそ笑ってごまかすみたいなのは結構言われますよ。さっきね、ゴールキーパーの金山選手にもね、しっかりしろよ。はい、しゃべります。ちゃんとしゃべろよ。はい、しゃべります。笑顔でごまかすなよ。はい、笑顔気にしな。笑顔がいいって言われました。笑顔がいい。じゃあちょっと最後に、はい、ちょっと鈴木選手のその素敵な笑顔、キラースマイルをカメラに向かっていただいてもいいですか。笑ってるだけでいいですか。笑ってるだけもできるんですね。できるか、しゃべれないです。じゃあちょっと手を振って。大丈夫ですかこれ。大丈夫です。もう画面の向こうの皆さん倒れてます。よかったです。ありがとうございます、はい、どんな形になってもやっぱりこうファジアーナが J1 昇格するために力になれればいいと思うんで、まあ、そのために全力で頑張りたいと思います。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございました。キックオフ岡山香川。加藤さん、はい、加藤さんもいい笑顔してましたね。あ、本当ですか。はい、あれでやっぱり鈴木選手がいいスマイルしてましたね。そういう私が引き出したってことですか。はい、あ、よかった、嬉しい。はい、そして柳選手、はい、点決めてくれましたね。そうですね、素晴らしいゴールでした ね、はい、まあ、ただ同点ゴールだったんで、うん、はい、みんな来なかったですね。そうですね、さーっと戻りましたね。今度はね、こう先制ゴールだったり決勝ゴールを決めて、はい、皆さん柳選手に反撃してください。楽しみにしてます。さあ、それではファジアーナ岡山ホームゲームの情報です。第9節の熊本戦は今シーズン最初のナイトゲーム。スタジアム前広場をあんどんや提灯で彩る夜祭り装飾を実施します。オリジナルデザインのあんどんや選手名の入った提灯をお楽しみください。また子どもたちが描いた監督・選手の似顔絵を募集しています。5月3日の山形戦でその絵を使った特別バージョンの選手紹介映像がスタジアムで流れるのでお楽しみに。キックオフ岡山香川。コマーシャルの後は J3 たまたまあれさぬき情報です。キックオフ岡山香川。ここからはたまたまあれさぬき情報です。さあ、それでは早速赤嶺さんお願いします。はい、赤嶺チェック。さあ、赤嶺さん、はい、ここまでのたまたまあれ、はい、ご覧になって印象いかがですか。そうですね、守備が本当にいいなと思いますね。開幕戦の試合もそうでしたし、まあ、アウェー北九州戦は少し残念でしたけど、まあ、ホームでしっかり、守ってしっかり決めるところでしっかり決めて、ホームで2連勝しているので、まあ、すごくやっぱ応援する方も嬉しいと思いますし、まあ、チームもやっぱり勢いに乗るかなと思いますね。そのかまたまあれさぬき、アウェーでガイナーレ鳥取と対戦しました。ここまでホーム全勝中のかまたまあれさぬき、雨の中アウェーの地までサポーターも駆けつけました。アウェー初勝利を目指し、プライドオブ中四国ガイナーレ鳥取との戦いに臨みます。前半立ち上がり、鳥取がかまたまあれのゴール前に迫ります。ペナルティーエリア内崩されますが、ゴールキーパー高橋のセーブ、ゴール前に立ちふさがります。前半24分、鳥取ショートコーナーからグラウンダーのシュート、ここも高橋、
頼れる守護神がこのプレーでチームを引き締めます。素晴らしいですね。試合が動いたのは後半8分、中央崩され先制点を許してしまいます。決めたのは昨シーズンまで蒲田周りに在籍していた重松。重松の恩返し弾で1点を追いかける展開。そのわずか7分後、ヘディング競り合ったところ、こぼれ球、ここ入れ替わってしまい鳥取追加点。最後薄いも詰めていたんですが2点差に突き放されます。後半43分、蒲田周れコーナーキックのチャンス。蹴るのは江口。奥田のヘディングシュート。ああ、これは気持ちいいシュートですね。決まりました。これで1点差に追いつきます。奥田は移籍後初ゴールです。相手の前にしっかり入ってますよね。さらに後半アディショナルタイム、再びコーナーキック、またしても奥田。土壇場で同点に追いつきます。1点目と同じ右のコーナーキックから奥田のヘディングでした。打点も高いですよね。この日2点目、チームを救います。押し込まれる展開の中、終盤セットプレーから生まれた2ゴールで追いつき2対2の引き分け。アウェーで貴重な勝ち点1をつかみ取りました。もう決めるしかない、残り時間も少ないけど決めるしかないという状態だったので、しっかりボールを見て入ることだけを意識しました。次節ホームなので絶対勝てるように頑張りたいと思います。上根さん、はい、劇的なドローでした。はい、そうですね。本当アウェーで難しい展開になりましたけど、まあ、最後、交代選手含め、まあ、パワーをかけて、まあ、最後本当セットプレー2本で追いつきましたし、まあ、ヘディングも素晴らしかったですし、その動き出しとかも素晴らしかったので、まあ、気持ちいいゴールでしたね。はい、いや本当に今年の蒲田周れ讃岐、昨シーズンとは何か違うなというものを感じました。さあ、その蒲田周れ讃岐、次節は未だ負けていないホーム戦です。明治安田生命サッカー J3 リーグ第5節、蒲田周れ讃岐は鹿児島ユナイテッド FC とピカラスタジアムで対戦。4月2日日曜日午後2時キックオフです。さあ、蒲田周れもやりますよ。選手の素顔に迫る秀佳直撃深掘りインタビュー、どうぞ。まずは在籍3年目、頼れる蒲田周れの守護神高橋拓也選手。今シーズンはキャプテンを任されました。今シーズン蒲田周れ讃岐のキャプテンを務めるゴールキーパーの高橋拓也選手です。よろしくお願いします。お願いします。キャプテンキャプテンあんまり言われないですけど。言われないですか。いや、キャプテンとはあんまり言われないです。普段は何て呼ばれてるんですか。たくさん、まあ、最年長なんで。そうですよね、たくさんキャプテンいや、そう、キャプテンつけなくて大丈夫です。なんかキャプテンをいじられてるみたいな感じになってる。開幕戦は 1-0 で、ね、勝利しました、はい。まあ、クリーンシートでしたけれども、やっぱりゴールキーパーとしても嬉しいですか。そうですね、内容のところで言うと改善点多くあるんですけど、そういう粘り強く守って少ないチャンスをものにして勝つっていうのはとても難しいことなので、それが開幕戦にできたということは本当にこの先につながる勝利だったんじゃないかなと思います。5連続シュート、ブロックしたシーンすごかったですね。そうですね、見返したすごかったですけど、あの時は必死でなんかあんまよく覚えてないんですけど、SNS では、はい、お子さんが、ね、はい、ちょっと面白い表現されてましたね。はいはい、踊ってるみたいだねって言ってましたねみんなやっぱボールを追いますからね。そうですよね、子供だけはボールじゃなくてパパだけ見てるっていう。そうですよね、はい、面白い子ですよね本当になんかこう、はい、でも笑いすぎじゃないですか、ちょっと。いや大丈夫ですか。でも必死で、あの時はそれはもう必死ですよ。もんね、必死ですよ、みんな必死ですよ、みんな必死ですもんね、はい。高橋パパは、はい、どんなパパなんですか、お家では。どんなパパ一番上の
子が、まあ、2人いるんですけど、上の子は最近サッカー始めて蒲田周りのサッカースクール通ってるんですよ。そうなんですね、はい、でメッシになりたいって言って、メッシーキーパーじゃないんですよそこちょっと寂しいですか。いや全然もうやりたいポジションをやってほしいんですけど、できれば点取るとこ見たいんで。点を取る姿ちょっと楽しみですね。はい、なんかアルゼンチン代表になりたいって言ってるんで。あれなんていうか国籍のあれはまだ伝えてないですまあ自然に分かるんじゃないかな。今シーズンは地域が盛り上がっていくような仕掛けっていうのをどんどんやって、選手もどんどん街に出て、触れ合っていきたいと思うんで、まあ、本当に蒲田マーレの生まれ変わった姿っていうのを見せれる一年にしていけるように頑張りたいと思います。今年新加入の大卒ルーキー吉田健太郎選手、昨シーズンは特別指定選手として14試合に出場。今シーズンの目標は10ゴール10アシストです。吉田選手、開幕戦プロ初ゴールおめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしいゴールでしたね。はい、そうですね、めっちゃ嬉しかったです。あの時は途中出場でしたよね、はい、でもこう入った時から結構高い位置取ってましたよね。そうですね、なんか結構ポジション的にはその3バックでウィングバックみたいな感じだったんですけど、まあ、もう点取るっていう強い意志が多分見えてて、多分前にめっちゃ取ったんだと思います。プロ初ゴールで勝利に導いたっていうのはいかがですか。いや本当にその目指してた自分が夢やった舞台で、やっぱこうやって自分の初めてのキャリアで勝利を自分の点で決めるやったってところは、本当にこれからもサッカー人生の中で1回しかないんで、本当に嬉しかったです。はい、サポーターの、ね、方たちの元へ行った時にちょっと私も見てたんですけど、はい、可愛かったですね頑張りますしか言えなかったですね頑張って喋ってって言われてましたもん、ね、言われてました、ね、もっとハキハキ喋ってまあでもこれからゴールもたくさん決めていったらね、はい、そういったインタビューだったりヒーローインタビューの、ね、数も増えていくと思うので、はい、そのつもりです、はい、サッカー以外でも喋りでも、はい、いや本当に喋れないといけないなと思ってます。自分 でもこれからどんな選手になっていきたいですか。一番はやっぱり自分も小さい頃から目指してた選手とかもいたんで、そういう小さい子たちに目指される選手っていうのを目標に頑張っていきたいと思ってます。今シーズンの意気込みを聞かせてください。はい、ちょっと待ってください。意気込みって、はい、何でもいいですよ。ちょっと待ってもらっていいですか やっぱりこういう目に見えた結果でやっぱチームを勝たせて、その J2 昇格っていうのを目指して頑張っていきたいと思います。応援してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。キックオフ岡山香川、最後は米山敦史監督に直撃、プライベートも深掘りです。たまたまアレサヌキ米山敦史監督です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。監督、はい、開幕戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。最後の最後で、そうですね、決まりましたね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。交代して入った選手全員が絡んで、うん、あのゴールすごい素晴らしいゴールだった。そうですね、まあ、でもそれまで、出場してくれてた選手のやっぱ働きがあって、まあいう風な流れになっていますから、もうみんながやっぱ活躍してくれたと思うし、もっと言えばあのメンバーに入れなかった選手たちもやっぱそこまでの準備で非常にいい働きをしてくれてたんで、まあ、チーム全体の勝利だと思いますし、まあ、言ってしまえばね、それを応援してくれるもう香川県全体の勝利で、もう本当に嬉しかったです。スタジアムの雰囲気も素晴らしかったですね。そうですね、はい、まあ、初めての試合でしたけれども、まあ、本当に一体となって応援してくれましたし、まあ、一体となって喜んでくれましたし、もう最高の雰囲気でした。またあの香川に来てから、まあ、だいぶ、ね、経ちましたけれども、あのプライベートは全く充実してないですね。してないですか。はい、もうずっと家にいます、基本的には、うん、まあ、ずっとって言うと言い過ぎですかね、はい、まあ、うどん屋さんは
ほとんどお昼ご飯はどこかのうどん屋さんを巡ってっていうのではもうすごく楽しみにしてますし、ちょっと居心地のいいカフェみたいなのを見つけるぐらいなことはしてますけど、はい、意外と出てるんですかね。出てますね。意外と出てるんですかね。まあスタッフたちもあのいい店教えてくれますし、はい、まあ、ちょっと行こうよなんて言って、はい、スタッフと出てますね。割と出てますね。結構じゃあ出没してるわけですね、いろんなところ。そうですね、はい。赤井さん、あの、はい、米山監督とは大学が一緒なんですね。はい、そうですね、実は、はい、大学が同じで、大先輩です。大先輩、はい、面識はあるんですか。はい、何度かお会いしたことはあります。そうなんですね、はい、本当にいい方なんですよ、はい、取材していても。うん、でおしゃれですし、あの、はい、毎回の試合の時も結構あのシンプルなんですけど、なんかこうモデルのような決めてますね。はい、決められてるので。ちょっとそのあたりも注目してみてください。はい。さあ、それでは蒲田マーレさぬきホームゲームの情報です。4月16日の愛媛戦は北四国決戦と銘打った四国ダービーです。蒲田間広場ではクラブハウスの着工を祝ってお菓子やグッズを餅巻き風にばらまきます。またこの試合は丸亀市サンクスデーということで、丸亀市在住の方50人を招待。無料招待チケットを配布します。皆さんぜひピカラスタジアムに駆けつけてください。ここまでの解説は赤嶺慎吾さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。コマーシャルの後は未来へキックオフ、地域のサッカー岡山。キックオフ岡山香川。高校サッカー選手権で岡山県勢初の日本一に輝いた岡山学芸館高校、岡山に大きな夢と感動を与えてくれました。今回はその男子から大きな刺激を受けた岡山学芸館高校女子サッカー部を取材しました。みんなで一丸となって全国行きたいです。バスケお願いします。お願いします。間近で見た男子の優勝に大きな力をもらった岡山学芸館高校女子サッカー部です。創部は2010年、今年は新たに1年生15人が入部、総勢32人のメンバーで全国大会出場を目指します。2021年からチームの顧問を務める和田圭監督です。悲願の全国大会出場に向け、就任3年目の新チームに手応えを感じています。私と一緒に学芸に来た1年生が最上級生になり、チームを引っ張り、そして私が初めて声をかけた選手たちが2年生になり、1年生も今年はたくさん入ってきてくれるということで、充実の3年目を迎えられるなと思っています。ぜひ全国の舞台にこの子たちを連れていかなければいけないなという責務でいっぱいです。新チームのキャプテンを務めるのがミッドフィルダー福丸かな選手。仲間からの信頼も厚いチームの司令塔です。男子が優勝しました、刺激になりましたか。いや、とても刺激になったし、やっぱり間近で試合の見てたので、その優勝するまでの姿を毎試合毎試合見てきて、成長をしてるなみたいな、すごくもらえるもの、刺激になるものがありました。男子に負けないぐらい、並べるぐらいになりたいです。フォワード上原瑞希選手、中学ではユノゴーベルの U15 に所属し、トップチームにも登録されていました。自分こんなプレーを見てほしいっていうところを教えてください。プレーは自分のシュートを見てほしいです。自分の課題はもっとボールを早く離して、ボールがない時の動きとかをもっと早くしてスムーズにゴールに行けることです。チーム全体の目標は全国ベスト8以上で、そのためにも自分がもっと点を取ってチームを勝たせられたらいいなって思います。和田監督も認める練習の虫、2年生の森下キラリ選手。正確な右足のキックが武器の攻撃的ディフェンダーです。改めて G
自分の見てほしいプレー、自分の武器をあったら教えてください。今はコーナーキックとかも蹴らせてもらっていて、自分では右利きで、その右足のキックを磨いているので、その右足のクロスとかコーナーキックで点を取らせることです。男子が今年優勝しましたけれど、女子も男子みたいに注目されるようになりたいです。このチームのムードメーカーの選手誰でしょうか？はい、ゲーム中に声を出すことは当たり前にできるようにしてるんですけど、オフの時も選手に気を配って声をかけるようにしています。今年の新チーム雰囲気いかがですか？みんな元気が良くて明るくてやる気のある選手ばっかりです。高校でサッカーを始めたという方もいらっしゃるんですか？はい、小中でサッカーに興味を持っていて、で高校受験の時に学芸館に女子サッカー部があることを知り受けました。同じように練習していく中で自分でも成長を感じることもできて、楽しいって思えることもどんどん、最初の頃は少なかったけど今では結構多くなって、とても楽しいと思うし、みんなで苦しい時も支え合っていけているのがとてもやりがいになっています。初の全国大会出場を目指す岡山学芸館高校、その前に立ちはだかるのは過去に一度も勝利したことのない絶対王者作陽高校です。いや、自分たちは全国初戦突破っていうのを目標にしているので、でもそれをに行くためにはまず作陽を倒していかないと始まらないので、まず県一位になって全国行けるように頑張りたいです。ぜひこの子たちにも、去年をお通しと悔し涙をたくさん泣かさせてしまったので、嬉し涙を、歓喜の涙を、でも泣かなくてもいいんですけどね。男子が優勝した時に誰も泣いてなかったんで、みんな日本一になった時にすごい笑顔だったので、もうああいう風にいいチームになりたいなと思っています。みんなで全国行くぞ、バーズ。絶対王者作陽高校と岡山学芸館高校は5月の県総体の予選で対戦するということです。皆さんぜひ高校女子サッカーにも注目してご覧ください。コマーシャルの後は未来へキックオフ、地域のサッカー香川、キッズフィールド高松です。高松市の南地区で活動しているキッズフィールド高松、下は幼児から上は中学生まで100人以上の子どもたちが参加するサッカーチームです。指導する岸本隆さんは多くの子どもたちの成長を見届けてきました。まずエンジョイ、楽しくから始まる、チームです。はい、このキッズフィールド高松楽しいと手を挙げてどんなところが楽しいかおじさんに言える人、どんな、はい、ノリがいいところだ、なんかみんなが面白いところ、勝った時にみんなブラボーとか言う。ブラボーって誰が言うの？このキーパー、俺も言うけど、他もよるけど、キーパー。みんなサッカー好きですか？はい、大好きです。この中でリフティングを自分が上手いと思う人手を挙げてください。いや、ひだ、はい、あなたです。手を挙げるやつおらんのか。いや、この方だよ。こいつこいつこいつ。じゃあよかったらリフティング対決しませんか？やだ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 。それではリフティングスタート。楽しいです。サッカー続けていきますか？いや、そうですね、続けていきたいと思います。将来プロサッカー選手を目指している人手を挙げてください。サッカーやって点取るのが楽しいなと思って、それで
世界一のストライカーになりたいと。僕が日本代表に入ったらワールドカップ優勝できると思ったんで目指そうと思いました。好きな選手とかいますか？マルセロです。ベンゼマも好きです。この中でたまたまあるの選手で、この人が好きだという方がいる方手を挙げて。ズバリその選手は誰ですか？どうも、森本ひまん選手です。ひまん選手の好きなところを教えてください。ポストプレーが上手いところです。ひまん選手、応援しているので、今季10ゴール目指して頑張ってください。高校生とかで、活躍しているところを見ると、やっぱこう今ちっちゃい時から見てるんで、その時にやっぱりこうやりがいを感じますね。一番コマーシャルの後は未来へキックオフ、地域のサッカーなでしこ、シャルムとユノゴーベルが今日激突。キックオフ岡山香川。女子サッカープレナスなでしこリーグ2部が今日開幕します。吉備国際大学シャルム岡山高橋と岡山ユノゴーベルが開幕から激突する岡山ダービー、両チームの意気込みを取材しました。せーの、できる。よし。高橋市をホームに活動する吉備国際大学シャルム岡山高橋、大学生を主体に45人の選手が所属しています。昨シーズンは順位を1つ上げ6位の結果を出しました。今シーズンは新たに10人の社会人選手が加わり、チームが掲げる目標は一部昇格です。今年はどんなサッカーを見せていきたいですか？はい、ちょっと今まで守備的だったんですけども、もうアグレッシブに攻撃的にやっていこう。もうキーワードは攻撃のひたむきさということで、今全員で共有してやってます。カードキャプテン中心に、非常に雰囲気と対話が増えたいいチームになってきているので、新しいシャルムということで、もう一部昇格目指して、邁進していきたいなというふうに思います。今シーズンキャプテンを任されたのが倉敷市出身の門優香選手です。2004年中学2年生の時に岡山ユノゴーベルに入団すると、チームの中心選手として活躍、なでしこジャパンにも選ばれました。今シーズンのキャプテン門優香選手です。そして私の妹です。姉です。姉妹です。姉妹です。門選手自身、今シーズンどんなプレーを見せていきたいですか？やはりプレーでチームを引っ張っていきたいですし、その私自身のプレーで見てる人に何か感じてもらえるようなプレーができたら一番いいかなって思います。開幕の相手がユノゴーベルですね。はい、もっともっとシャルムのことを皆さんに知ってもらいたいですし、シャルムって本当にすごくいいチームだなって思ってもらいたいです。だから結果を出さないとやっぱそれが証明できないので、やっぱスポーツの世界ですから、だからそれを結果で示して皆さんに自信を持ってシャルムってすごいんだぞっていうことを伝えたいです。今シーズンの意気込みを聞かせてください。まずはチームとして必ず一部昇格します。そのために私自身ができることをチームのために全力で尽くしていきたいと思います。キックオフ岡山香川、シャルムの C。 今シーズン新たに谷口博史監督が指揮を取る岡山ユノゴーベル、昨シーズンはリーグ最下位と悔しい結果に終わりましたが、今シーズンは下部組織の選手をはじめ10人の選手が新加入、新生ユノゴーベルも今シーズンの一部昇格を目指します。どんなチームを作り上げていきたいですか？見てる人が楽しいと思えるサッカーを目指したいなと思っているので、それは選手たちも伝えてあるんですけど、そのやっぱりゴールを奪うシーンがたくさんあったり、ゴールを守るシーンがたくさんあったり、
ボールを奪い合うシーンがたくさんあるって、今回の男子のワールドカップ見てもやっぱり面白かったなと思ったのは、その本質の部分がたくさん出てたから面白かったんじゃないかなと思ったので、僕らもやっぱりそれを目指すべきじゃないかなというふうに思ってます。今シーズンキャプテンを務めるのがアメリカのゴッサム FC から移籍した横山久美選手です。頼もしい選手が10年ぶりに岡山湯の郷ベルに帰ってきました。実際なぜベルに戻ってこようと、本当に自分の中で岡山湯の郷ベルっていうチームは強いチームっていうのがあったので、自分の力でなんとか取り戻したいなっていう思いがあったのと、あとは地域の方々だったりたくさんの方々に戻ってきてよって言われて、自分がこう目を覚ますっていうか、自分の熱が湧き上がったなとは感じています。チームとして昇格っていうのを目標に掲げているので、本当にそれに向かって進撃に向き合うのみかなとは思ってますし、個人としてもいろんな部分で結果を出せたらいいかなと思ってます。一部昇格のために欠かせないのが鳥海由佳選手です。昨年 WE リーグの大宮から途中加入し、現在は怪我からの復帰を目指しています。早く出場して、いいプレーが見られるのを期待してますよ。自分のプレーをもっとたくさんの人に見てもらって、なんかそれでこう一緒に戦っていけるといいなって思ってるんで、一日でもちょっと早く復帰して合流して、皆さんに自分のプレーもそうですし、違う岡山の湯の郷ベルを見ていただけたらいいなって思います。ダービーかどうかっていうよりかは、もうその開幕戦に向けてしっかり準備するということはもうずっと言ってきていることなので、そこに向けてはしっかりとやりたいと思います。特に意識はしてないですけど、どんな相手だろうと勝つのみだと思っています。両チームともに今シーズンは一部昇格を目標にしています。シャルム対湯の郷ベルの白熱の岡山ダービーは今日午後1時キックオフです。皆さんぜひ熱い応援お願いします。コマーシャルの後は岡山香川週末の試合情報です。 J リーグチェアマン野々村芳和です。キックオフ岡山香川、岡山香川週末の試合情報です。まずは岡山から。今日明日の2日間、 JA 全農杯全国小学生選抜サッカー in 中国が倉敷市水島緑地福田公園多目的競技場で開催されます。香川でも JA 全農杯全国小学生選抜サッカー in 四国が高松市立東部運動公園で開催されます。岡山香川ともに明日2日に決勝トーナメントが行われます。お送りしてきましたキックオフ岡山香川、来週はお休みです。次回は4月15日土曜日の朝7時からの放送です。ぜひご覧ください。それでは皆さん、最高の週末を。